六代の延山ミリ波干渉系、パラボラアンテナの種類。カセグレンアンテナとは、主副の反射器を持つパラボラアンテナの一種である。パラボラアンテナに副反射器を追加したアンテナである。副反射器が双極面突型であるものを本項目で、延べるカセグレンアンテナ、楕円面王型であるものを、グレゴリアンアンテナという。通常の悪質式。 パラボラアンテナと違い副射器による反射器を隠蔽する部分の形状を対象に保つことができるため、指向性のわずかな乱れが許されない衛星通信に多く用いられる。カセグレン式アンテナは、主教の焦点を遠くにしても、副教指示具を長くしないで済む利点があるばかりでなく、主教焦点が遠くあることにより、アンテナ視野が大きく取れる利点がある。 従来、副教指示具を長くしないため、主教の局面を大きく視野を犠牲にして焦点が主教面近くなるような設計をしていた。スウェーデンの通信アンテナの例。フランスの通信アンテナの副反射器。オーストラリアに設置の NASA 宇宙通信用アンテナ。ボイジャー1号に搭載のアンテナ。稼ぐン焦点。ありがとうございます。